はい、ホラーゲームやっていきます。今回はポピープレイタイムという作品です。あぶねえ、もう噛みそうだった、今、あぶねえ、あぶねえ。でね、この作品、1、2年前とかかな、海外で出まして、もう日本でも海外でも大人気で、いろんな人がプレイした、えー、ホラーゲームですね。はい。でね、ホラーゲームって怖いのよ。うん、怖いのよ、苦手だし。毎回ゲーム吐きそうになるし、頭痛くなるし。でもね、この作品、もう一個怖いとこあります。それが何か全編英語です。はい。 全編英語です。ということはどういうことそう。何も読めない。何言ってるかわからない。怖いですね。まあでもなんか読めなくても何とかなるっぽいので、それを信じてやっていきたいと思います。では、ポピープレイタイム、プレイ。うわ、ね <laughs>、早い、驚くのが。なんだ、このセサミストリートにいそうなやつは。これがなんか、あれかな、メインなの。 キャラポピーとかそういう系はーいって手上げてるけどね可愛らしいですね口がウンナーみたいどうもこんにちは、えー、チャプターワンあタイトスクイーズ、うん、どういう意味だろうねスクイーズってグミあるよねガムだっけえーアスアンエクスプロイオブプレイタイムグーよし行きましょうニューゲームさあさあ読めないけどできるってでも言ってたからな書いてやったからな大丈夫だよって信じるよあなんだビデオ呪いのビデオ you are about to see you are about to see あなたは海ですか？クラウド、うんと。クラウドグレネードパフェ、空の上にグレネードのパフェがあるよって言ってる。全然何なにか分かんないのよ。ロウ君とあなたのトークはめちゃくちゃだって。here force door。ああ、f o r c の力で扉を開けろ。スターウォーズかな。just watch。見てね。 <laughs> あなんか出てきたポッピープレイタイム,イタイムこれがポピーなのかあなんか引っ張ると喋る系のおもちゃね俺のブーツはガラガラヘビだこれドイストーリーですトイストーリーいいよねあポピーって言ってるあ靴磨いてあげてねはいはいはい 一緒にポピーと暮らそうねみたいなそういうあ髪も溶かしてあげましょう溶かすのに向いてねえなその髪はえポピーフラワーポピープレイタイム5.99ドルえ安え5ドルいや桁違う ?5000 円とかか ?5 ドルだったって500円ぐらいだけど What's the i e これがなんか昔売ってたとかなのかなうこわーこんな流すねテレビでファクトリーツアー いやいやーこの工場は見学行きたくないようわ怖いすごい怖いでこれが工場でそこに行くってことなのかなんえここから入るの絶対怖いやんもうあでなんか一応簡単に最初のあらすじだけ見たところなんか10年前だからにもうとっくの昔に違うとっくの昔 ?10 年前とかにも廃工場になってんだってこのおもちゃ工場は。 で、あ、これこれこれ。手紙が、なんか届いたらしいんだよね。なんか10年前に失踪したと思われていた職員からの手紙を受け取った元従業員が、えー、私です。私です。でもなんで行くんだろうそんな、恐ろしいとこ。行くなよ。手紙来ても無視せ。仲のいい友達とかなのかなえ、あいつ失踪したはずじゃんみたいな。ウェルカムどうも。うわ、感度早っ。落とします。こんぐらい。あ、オッケーオッケーオッケー。うわー あ、なにトゥー、あ、押すとね、メニューが出ますよって。もうこれだけで怖いわ。会社の受付かなウェルカーム。<Welcome> ここがね、きっと昔は栄えていたんでしょうよ。今となってはもう廃工場と。ああ怖、い怖い怖い。ああ、はい、こういうとこからね、入るよね。こうガラガラガラつってね。まず、何か、従業員を探しに来たんだったら、か何かしらの手がかりを、ビデオ。これ見れないビデオかなまあ、パソコンも機能してませんよと。はい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 。 えーっと、とりあえず探索してみますか。んーと、スタッフオンリー。これ入れる ?to interact.E <え>キーで触りますよと。はいはい。ポッ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 ,ポッうーん。なんか鍵がいるんだろうな。このままじゃ開かなそうだね。えー、っとー、あ、ぬいぐるみ。かわいいかな。かわいいね。うん。これも商品だったんですかね。 えーっとあなんかこっちもなんかなんかあるぞ。でも入れないね。入れないね。いけないね。反対側かな怖いね。なんか急に出てくるタイプホラーゲームにもさいろいろ種類があるじゃないなんかじんわりじんわり怖いタイプとバーンって出てくるタイプ。なんか追いかけてくるみたいな。ああ,あ動いてんだこれ今でも。10年前の廃工場はすごくないなんかいろいろおもちゃが売って 感じですかい感じですね。それこそトイ・ストーリーのなんかバズが並んでたお店みたいなね。えー、っと、ここになんかあるんかでも、触れるようなものは特にはなさげな気がしますが、レジからお金は抜けますかないね、別にね、触れそうなものね。でも、何もないってことあるわざわざこの部屋に来て。なんかあるだろう。明かりつけれたりしないのかなちょっと暗いですね。 でもないかななんもないなんもないの本当にノーヒントノーヒントでいけってことこの、この床のマークが関係あるとかないな。でもなんかやっぱおもちゃ工場っぽくていいね。この、こういうの。こういうところにも遊び心があるよね。プレイタイム。あ、で、プレイタイム社らしいですね。このおもちゃ工場の会社は。でももうその会社も潰れていると。 潰れてる会社の潰れた工場にお邪魔してるというわけです。パソコンもつくんじゃないかつかないのか。帰りますか。うん。取れた。トゥービューアイテム。アイテム。ビデオテープを見るのかあ、持ってるよってだけね。これを使えるどっかで再生できるんかな、ビデオも。これかあ入った。どこに映るんだここかあ、映った。 遠いモニターが遠い、えー、で相変わらず何を言ってるかは全く分かりませんああこれ懐かしいねこのテレビねこのコンポジット接続っていうんだっけこの黄色白赤なんか音とか映像が飛ぶんよなでグリグリグリってやってうまいことこう接触が良くなるところを探っていくのよ ニンテンドー64とかそういうのこれ若い人は分かんないでしょうねこのこの色の接続はみんな生まれた頃から HDMI 接続でしょそんなのもっと昔はなかったんだよまた話続いてる多分大事なこと言ってるんだろうなでも聞かなくても英語分かんなくても大丈夫って言ってたから書いてやったから分かんなくても大丈夫ですって何とかなりますって終わったえ通れるようになったあ 無理やりいける <laughs>。手を触れようみたいなマークがある。暗暗暗すぎ。あとなんか使えそうなものあるコピープレイタイム。今んところマジただ迷ってるだけだからね。なんかないのか。これ中身ないんだよな。これ動いてんのかおい、動いてんのかおい。ないないない。何にもない。何にもない。何にもない。なんか逃げ出してない明らかにこれ。何かが。 人形たちが一人でに逃げ出してるよねこれねさあ何もできないまま10分が受付で警戒いたしましたとその時ふと気づいた唯一動いてるこの電車のおもちゃ見て緑ピンク黄色赤明らかに怪しいよねこの色あの セキュリティの板にあるんです。どうしてこんな誰でも入れる物販ショップのところにセキュリティのカードのカラーを教えてしまうこんなおもちゃがあるのか分かりませんが、多分この色。いや、分かんないけど、こんだけ言って、こんだけ言って違うかもしれないけども、もうこれしかないぞ、マジで。この、この色も全部試したんだからな、もう。ちなみに。多分カットしてるけど。ポピープレイ。どうも。あ、やっぱこの子ポピーあ、この子ポピーっぽいね。えー、なんだっけ。緑。 緑、黄色、赤、ピンク。あれ緑。もう一回見に行きましょう。何度でも見に行きましょう。いいんだよ。人生と一緒。失敗したっていい。また立ち上がればいいのさ。緑、ピンク、黄色、赤。え、これ順番もしかして。赤。 赤黄色ピンク緑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 きました、まあ、お茶の子さいさいよ簡単なセキュリティだんで今度は青いビデオデッキがあるなということは青いビデオテープがあるのかでそのビデオを見ながらあありました これを見て進めていくって感じなのかなまあ問題は見てもわからないってことなんだよね。ビデオを流したところで何言ってるかがわからないってことが一番の問題。プレイタイムシオグラブパック。んおもちゃかなつけます。締 <laughs> め,めます。紐を締めます。えー、手につけます。カチャカチャ。 プルトリガートゥーファイヤーあ。押すと出ます。プルアゲイントゥーリトラクト。ああ、なんか掴めますみたいな。これおもちゃなのすごいおもちゃだな。Only fire at small object handle.Do not fight. 人には使っちゃいけません。あ、首取れてるすごい !Where is contact? いろいろ使いますよって。うんあ、これさ、あの青い手をポンって押すところの 話かあのなんか扉の上にあったやつこれあこれかこれもらえんのプレイタイムあいたーありがとうございますなんか切ったねなんかまあ、10年も前じゃしょうがないえいおおついたついたトゥーファイダーレフトハンドドゥン速すんごい速いこれは首も取れますわなんか物をこう動かすこともある程度できるっぽいねではではあちょっとテーブルが って時におおぉ。ずっと構えてんのこれ。やめろ。抵抗の意思はない。やめろ。で、これで。え、え、ちょっ、上に。うっ。おぉ。すごい。え、じゃあなにここの社員さんはみんなここを通るときにこのおもちゃを使ってこうやって開けてたってこと。こんにちは。ああ。あの人だ。 最初の画面に映ってたどうも君はなんて言うんだい君はクッキーモンスターなにプレイタイムシャーにようこそこんにちはありがとねさっきはウェルカムってしてくれてあ今もウェルカムってしてくれてんだよよーよーよこんにちはようブラザーハグハグって書いてないこれハグハギこれ名前ハギーなのワギーワギー,ギーワギーハギーワギーハギーワギって名前見てどうもハギーワギーうわあこれ こん中に入ってたのハギーワギーどうも結構なサイズだねああいっぱいいる在庫がこ中身がないやつが怖いあごめんごめんごめん中身ねえやつが怖いんだよなこれ逃げたってことじゃんねあ赤もあるえ赤まだないよなということはこっちか順番に開けていこうねってことねはい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 え,いえ壊れた感じするパワー壊れましたねはいはいはい この先に電力を復旧するなに開かないんだなあこっちか鍵がかかってんだな開かないんだなんでなんでだいえ怖いなんで開かないのえその場合どうすればいいのパワー電源が落ちましたあなんか鍵あるよ鍵えい鍵ゲットしたあで開けるんだはい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 え 最初から持ってたっけお前。持ってたっけ持ってたか。で、鍵オープン。なんか暗いぞ。そろそろなんか、起きそうだな、この暗さはな。なんにも起きないなんてわけないだろ、この暗さは。なんかいろいろあるね。Remember Do。これも、このプレイタイム社の人形かな結構癖強い人形たちが揃ってますね、プレイタイム社の。 あ、たあったあった、これをつなげばいいのかなこうやって。あ、違うね。持てるのかなあ、違うね。ど,どうするんだろ、これ。どうやって電源復旧できるんですかあ、これかななんか手の跡があるけどね。よいしょ。で、カチャッと開けて。えー、グラブトゥパワー。なんかパワーをこれかん違うな。あっちにあったやつかタッチウィズワイヤートゥーパワー。 なんで血があるんですかねえ。ど、どうして血があるんですかおかしいですよね。何か事件の香りがするぜ。ああ、こっちにもなんか血がある。えなんかでもぬいぐるみと血が一緒にあるの何でえどういうこと怖なんでぬいぐるみのあるところに血があるんだ人の死体があるとかね、だろらワンチャンそれだったらわかるけど。 なぜぬいいぐるるみのところに血があるんだいどういうことなんだい一体全体。あ繋がった刺さったすごいこれおもちゃじゃないよもうこれをワイヤーに違う触れればいいのか引っ張ってこれでこうやって触れればいいのはいはいはいあ引っ掛けて これで行くんかなさっきのところまで。あれ意外に伸びないぞ、これ以上。これを全部さ、こっちにも触れないといけないんでしょこことここにこのエネルギーワイヤーを触れるようにやってあげると、多分電気がつくみたいな、そういうことなんよな、きっと。でも意外にこれ以上長さが伸びてこない。これ以上いけないんだよね。 行きたいのはこっちなんで最短距離で行くしかないのかはい。で、伸ばして、触れる。で、最短距離で、こう。行って。はい、触れた。OK、OK、これで電源がついたと。どういうブレーカーこの会社。で、電気がつきましたよ。変わった電力システムを採用してますね。 で、こっちが、開きますよ。チャージ中、認証完了。どうもー、社員証とかいらないんだね。メイクアフレンド、友達を作ろう。あ、かわいい。キャンディーキャットだって。やむやむ、やむいい。かわいい。これぐらいならかわいいね。さっきのやつら目が怖いんだよ。どうも、こんにちは。あえー、何か言いました見えましたか皆さん。左の、 部屋に何か入ってきましたね、今ね。確実に。よいしょ。さあ、よくない暗さだ。そろそろ、ういしょーああ、驚かないで、ね、ただの蒸気蒸気ねえ、気持ちいいね。顔が保湿されていいですね。乾燥するからね、最近まだね。顔の保湿して。う、ええ、なんか、すごいや、いっぱい出てる。さあ、え、次の部屋に。あ、これ、ワギー、ワギーんなんだっけ、なんかワギーみたいな。開けてください。しらっ。 な,いなぜいないああ、首がないぬいぐるみがまた。ぬいぐるみっていうか、おもちゃか。なんか、おもちゃ多くないなんか、ほらほら、散らばりすぎなんだよな。なんか、あ今度は、黄色のテープを入れろってことかな。うわ、あこれ、あれや、さっき、なんか、ビデオテープの内容にも出てた、あの、首。怖って言ってたやつ。なんか、首と首並んでるし、なんな、怖い怖い。えー、っと、上にあんのかな黄色のビデオテープ。黄色、黄色。 なんかいそうだなぁ、そろそろなぁ。だって何もいないなんてことないでしょ、ホラーゲームで。絶対この感じの絵柄はさ襲ってくるやつじゃんね急に。Remember to take breaks。休憩を取りましょう、みたいな。よくわかんない。ん ?Break long the 10, 10 minutes are not, なんちゃら。えこれ10分以上の休憩しちゃダメみたいなことこんな可愛い絵で ?10 分以上休憩したらダメだよ、みたいなことえ すごいブラックじゃん会社としてはなんかある取れる持てる何に使うんだ、えー、ボタンを押しても反応しないこれを持ってどこに行くんだ下に降りちゃっていいんですかちなみに降りますようわー降りれたこれ帰れないじゃんもうああ戻りできないぞうわーまた首があるね すーごい怖い。あ、なんか腕も並んでるね。これ怖いね。これね。すあもう一個あった。これを全部4色集めたらいけるみたいな、そういうことあ、もう一個ある。あー、結構高いところにあるね。でも、ゴムゴムの、ドン。短っ、うん。届かな。力ずくで押して、<laughs> パズルというか、パワーで解決してるけど。よいしょ。あ 崩れちゃったすごいダンボールが暴走してるでも届くそろそろ届くよねこれ多分もうちょいはっオッケーオッケーオッケーゲットーであと緑を納金でねクリアしていくのが僕のスタイルなんでね、えー、これもダンボールを登るんでしょうよよいしょ、えー、頑張って頑張ってダンボールを納金で崩しながら登ってたんですが気づきましたこの腕おしっぱでめっちゃ伸びる うん無駄なことをしていました。ふざけるなよ。いや読んでなかったら俺が悪い。いや読めなかったら俺が悪い。気づかなかったら俺も悪い。英語も読めないし頭も悪いのよ。で、集めたかああてかあああれ相棒ちょ右腕じゃん。あの赤い手をゲットすることができればここも開けるし最初の扉も開けれる。てかいろんなことができるようになるのでは でも、それを開けるには、多分上の装置をなんかいろいろいじるはず。でももう戻れない。うん。これ開けれるかなこの扉って。開けれるんだなるほど。この手のマークもヒントだったんだ。じゃあ最初から通れたやん、ここ。なんだよ。いや、気づかなかった俺が悪い。まあ、黄色のテープは相変わらずないんだけどね。 さあ登っていきますかでさっきゲットしたアイテムをなんかはめ込めるんかなはめ込めそうだねカチャ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 ときれいハリピですであクレーンの容量であの赤い腕がこちらに届けられるカモンカモンちょっと急ぎ目であーそれそれそれが欲しかったのよ私 雑割れちゃったちょっとまあいいけどいいけどさすごいスポット当ててくれるじゃんこれもらいますよーしこれで両方の腕で同じことができるようになった開けれるけど怖いなデンジャー・ドゥ・ノット・エンターって人が入るところじゃないチャージドゥ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  開いちゃったよー開いちゃったよだってこの裏側って行かない方がいいでしょって基本的によいしょうわー怖いでももう両手でこう先頭の意思がないことを示してるからういしょー Do not enter デンジャー開くこれ開かあれ開かないえあ横行くんだ入れないこっちかあこれなんか電源つなぐやつえー、っと あれ持てないあ,れあ、ここに繋ぐのか。繋ぐためのものがないけど。あ、こっちかなうわ、怖い、この裏側。あ、ここを経由して、元となる電源はどこっすかこっちかなありました。で、手で持つ。これ、右手もうまいこと使うと、もっと長くいけるみたいな、そういう感じなのかなで、おっ でこう行くいやーちょっと無理かちょっと無理かあちょっと厳しいなちょっと一回リセットなるほどねちょっとむずいね結構考えなきゃ怖がってばかりもいられないんだね最初からここから腕を伸ばしてで長さを稼いだ状態でこっちに行けば触れる あれ,あれえっ触れてないですかなな,なんでダメなんですかオオッケケー、オー,ケーオッケーオッケーいたーいたいたいたなるほどねはいはいはいこんな感じで電力の供給がこのゲームのパズル要素になってるのかなまあ任せてよ簡単簡単あ若干詰まったけどああ良くないランプうわっ浮したなんか落ちてきた何 ああすごいおもちゃが落ちてくる怖えうわすごい量だああもういっぱい落ちてくるなんで動いてるのかってところだよねまず廃工場なのにどこに着いたのこれああすごいいっぱいおもちゃがああもったいないし怖いただいまただいまじゃねえ初めて来たここあ Make a f r フレンド友達を作ろう友達を作れるんですかこの装置で えいおせない。電気が来てない。あなんかパーツが入ってる。あそういう装置え怖くないそいろんなおもちゃのパーツが入ってきて、なんかオリジナルのおもちゃがこの中で完成するみたいな。なんか恐ろしいな、その装置。えー、っと。Nobody with Atoy。体。わかんない。なんかわかりそうでわからない。まあでも、登ってくださいと言わんばかりのここを登るんだろうな。 やめろ戦闘の意思はない両手を上げているだろう。怖い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 ただ階段を登るだけでも怖い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 ピンクのビデオ黄色もまだねえのにあー上から見るとやっぱすごい装置でっかいなすごいあ、落ちた行ってなんか足折れたぞいてててでも意外に丈夫さ丈夫さ丈夫さ意外に丈夫だ これは引っ張るんかなシュッはいー、もう容量掴んでいる。で、また電源パズルが来たぞ。つかんでえ。あ、なんか、え、なんか、すごくことしちゃった、すごいことしちゃった手が。違う違う違う。掴んで。んで。んで。あ、これは足場を出して。あー、なるほど。 足場が片っぽにしかこう出ない感じね。はい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 、なるほど。ちょっと難しいぞこれ。ああ、絡まっちゃうから、ひっ、引っ張って、で、こっちを、こ、ここかなこっちをこうぐるっと行って、回る。 あでも両方か、両方か両方触んなきゃいけないのかあーっとであればこことここが近いからまずこっちを触れさせてこっこうか順番的に最短だとあですねオッケー電源復旧で下のマシーンがなんかパチパチ言うとるパチパチ言うとるパチパチ言うとるこれで下のマシーン動いたのかな 動いたっぽいね、電気ついてるもんね。で、この下のマシーンを使って何かするのかな、まあ、今のところ順調にパズル解いてるよ。パズルが苦手な、私にしては。順調にパズルを解いているのではないでしょうか。まあ、果たして、今のレベルのものをパズルと言っていいのかどうか。これでパズル解いたぞ、俺って誇っていいのかどうか、ちょっと、甚だ疑問ではあるが。まあまあまあ、クリアしてるのだからいいであろう。 んんでーんでんでんでー戻ってきましたよーこれでマシーンが動いてるんですかえいあれ話が違うじゃないあ動すごいだあ動き出した何が起きるんだこれ関係ないのねこれこれはまた別なのね動き出したあーいっぱい荷物が。 部品かなが届いてぐるぐるぐるってきてここが開くのかんなんか意外にんこれ操作しなきゃダメあちゃんあきましたよあきましたよでこれでパーツがパーツがいきますよこれでよいしょあ運ばれてった部品が運ばれてったこれ怖くない これだってランダムでいろんなパーツで作るんでしょ自分だけの友達すごい形になってしまうこともあるよねななんだでも開かないんだよなここに行きたいんですけどねあなに何な何にな,になんかアラーム鳴ってるけど大丈夫待ってれば来るのかなどうなんだろう めちゃくちゃ稼働してるあでもなんか荷物届いてるなこん中入ってった次ここに来るんじゃない運ばれて順番的にはガシャンガシャンなんか砕いてるなんで砕くんだよあ来た来た来たあなんかでもいい感じにおもちゃ作られてるよなんでレーザーえスキャンしてるだけあスキャンしてるんだびっくりしたのバイオハザードでよくあるあのなんか細切れになる恐ろしいレーザー装置かと思ったよあらかわいい これなんだキキャャンディーキャットあ,のあらかわいいねで開くんだいねそこがね友達ができたよとでここがウィーン開かないチューしちゃってめりこんじゃった開かないえすごい今のこの壮大な装置の膨大な時間を使ってこれ1個できたってこと そうっぽいゲットした友達できた嬉しい <laughs> これここに入れるみたいなそういうことあ置けたスキャニングスキャニングトイアセプテッドあおもちゃで認証する感じなんだえー、っと扉がいっぱい左から行ってみよう開かない オッケーオッケー開かないこのガタガタが怖いねこの開かない感じの出せ出せってやってる感じの扉の動きが怖いっすえー、右は開かないじゃあマスターうおおおおえええになになになんでなんでそんなことが起きたのなんでえええええええ,えああこっちかああああああワギワギーワギ,ーワギーみたいなあピックさあああなんだあいつなんだっけバギーワギーみたいなえあいつ動いてきたんかえ追ってきてんのこれ あ,あ追ってきてるああくんな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 あくんな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 ごめんね鍵取ってごめん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 ,ごめんおおはやられた経験値ゲット経験値1006ってこと <laughs> いや経験値とか別にいいんですけどはあえこれ捕まっちゃったどっち避けられないイベントそれとも本当にやられた あなんか進んだっぽくないいやダメだったみたいですもう一回行こうスムーズに逃げようねさっきちょっと足が遅かったんかなちょっと見ちゃったからねワギーちゃんを振り向くな振り向くな前だけ見てろ右あ左間違えちゃった普通に間違えちゃった道で前からドーンってくる最低右行くまっすぐ行く追いつかれたんだなどうやらさっきはなこの辺で 登れない、こっち行く入れない <laughs> 入れない何か引っかかっちゃった何やってんのよ何回退治しなきゃいけないんだよこいつと胃が持たねえよはいはいこんにちは走るよわこの手の緊張感のなさがいいわちょうどこれでちょっと怖くなくなってるまあ、逃げろ逃げろみたいなこの手がさこれがいい味出してるわこれなかったらもっと怖いから 進む前からドーンってくるから右に行くはいはい走れ走れ走れよいしょよいしょで引っかかるなよで右にす左ですね右も左もわからないこれジャンプした方がいいのかなあー落ちちゃったえま、ー、っすぐえみ、ー、ちりに行きましょう道なり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 に行くよで下にすあ抜けれたかなーすーごい詰まってるどっ,ちどっちどっちどっちこっちか追いつかれた <laughs> ちょっと待って普通に逃げるのむずいっつうの全然スムーズに逃げられない あ,あ,あいつ強いなワギー名前が合ってるかどうかも分かんないけどなんかワギーだったような気がするワギーワギーみたいな,なパギーワギーハリーワギーハギーワギーかワギーハギー分かんないさあここまで順調にいっておりますそして長いストレートに行きますよ さあここまで順調にいっているさあ最後の直線を抜けてそこからスムーズに右に入っていくさあこの先はまだ道数でありますがあとまた道なりになんとか行ってなんとか行ってなんとかまっすぐ行って逃げ切るしかないでしょうさあいい感じのストレートに入っていくおそらく、えー、後ろからガンガン来ていることで足を,足をあっえー、っとこっちですねはいいい感じに行きましたえー、っと右ですかね走りましょうさあおっとなんかいい光がうんえええあこっちですねあこっちはいますね ド開けてくださいありがとうございますさあ真っすぐ行きますよもうどこを走るのか分かりません、えー、これは一度来たことがある道なのでしょうかそれとも新しく来た道なのでしょうかそれすらも分かりませんが、えー、頑張って急いでくださいさあ下りますズズズズズおっとなんか生産ラインに着きましたえっとえっとえっと、えっと、飛びを…えっと、うん巻いたあ来てるよ来てるよ来てる来てるどうすんのこれうわあ どうすんの今のところは <laughs> 今のところは, <laughs> 今,のころは <laughs> 今のところは無理じゃん <laughs> え進めなかったよな普通に飛び降りろっていうのはい開いたオッケー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 走れ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 もっと走れもっと走れもっと走れ頑張れ頑張れ頑張れそんな方じゃねえだろお前ははいずーっと行きました問題のシーンですこちらえ問題のシーンですよ 問題のシーンだ、どうすればいいんだこれは箱があるこれを落とすのか落としたおおよやっつけたあ,あなんかちょっとかわいそうあっあかわいそうちょっとなんかちょっとかわいそうえってか血出てね気のせいかえ、血出てねえ血出てねやっぱワギーあこれはビデオで出てたなんか恐ろしげな穴なんでしょう 脱出ポイントなんでしょうかそれとも何か別の恐ろしい何かに誘うそういう穴なのでしょうか行ってみましょう。え、血出てたよあほら血出てるよなぜあいつはぬいぐるみおもちゃのはず。なぜ血が出るんだわかりません。それっぽい声で考えてみましたが、それっぽい声で考えてみても、それっぽい声、それっぽい,それっぽい声で考えてみても答えは出ません。 あいつが失踪した従業員だったりしたのか、もしかして、変わり果てた姿になっている従業員を発見みたいなことだったりするのか、そしてここにあるビデオデッキは何だビデオデッキはあるがビデオテープがないよしえ、なんかおもちゃが釣られてんぞ。あビデオテープあった。よいしょ。 いやもうちょい足元にあるやつぐらい静かに撮ろうやビビるんだってその見てみる多分何言ってるか分かんないけど絵的に分かる何かをくれれば分かりますよんなんか悲鳴聞こえるねファイナルログあー全然分かんねいやで絵的にあったら助かるなーって思ったけど何にも言えないよこれ音声のみだもん なんか襲われたのかなこの工場は。さっきのやつに。暗闇でなんか悲鳴が聞こえるビデオだね。多分そういうことなんだろうな。てかこれ本来何用のビデオなのこれ。これなんでここにビデオでデきあんのこれ何用サボる用作業中に。まあ、行こっか。やっぱビデオはね、わかんないね。うん。何言ってるか全然。 字幕があれば、まだ、もしかしたら何か拾えるワードがあるかもしれないけど、ちょリスニングはマジで無理ですわ。え ?No, stop, run, danger. すごい !go back! な、な、なんだよえこのぬいぐるみが何かを示してるえい、あ触れないね。な、なんだよ ?No, stop! 戻れ走れ危ないああ、でも開けるしかない。 なんか工場っぽくない扉だな木製のええめっちゃ家じゃん普通のそんな作りこの工場普通のなんかちょっとおしゃれな昔ながらの洋館みたいなオルゴールなってるえどういう作りなんかまた不思議な空間に迷い込んじまったな 本来こういう工場なのか、突如現れた不思議な部屋なのか。え社長が住んでる部屋みたいな開けれない。おもちゃの家がある。シルバニアファミリー的な。でもなんか普通に生活してるっぽいよね。なんかすっごい怪しい、怪しいピンクの光。エロい光が扉から漏れてるぜ。えい。あーあ。 ポピーポピーちゃんじゃないこれ。なんでこんなエロい光なんポピーちゃんじゃん。ちょっと怖いなぁ。やっぱ、このぬいぐるみ。開けるね。うっうっはっはっなんですかポピーちゃんポピーちゃん、いい子だから何も。ん you, ?You are なんちゃらケース。あっ、チャプター1終わった。えなんかでもさ。 コピーちゃん結構優ししげなな声で話かかけてきてきくれなかったあんまりなんか敵があるような怖い色ではなかった気がするんだけど気のせいでしょうかということでチャプター1が終了しましたいかがだったでしょうかこえあのあいつな青いなんかワギーワギーみたいなワギーハギーみたいな,ハギ,ギたいなハギーワギーみたいなやつちょっと名前覚えてないんだけど多分そんな名前ハギーハギーみたいなハギーハギーみたいな名前のやつですね いやーあ、案の定をパワフルに襲ってきたな。あそこスッってね、すっごい声裏がいちゃった。あそこスッってクリアしたらかっこよかったんだろうね。全角で引っかかった気するわ。全箇所で引っかかって、一個一個やり直してようやく逃げれたって感じ。脱サ。絶対このゲームの見せ場じゃん、あそこ。ああ、びっくりした、とか。 なんか若干もうなんか何回も何回もやったからさ怖さよりもさもう難しいようがちょっと勝ってたもん。ということでポピープレイタイムチャプター1は以上になるみたいです。ということで次はチャプター2もあるみたいなのでチャプター2もやってみたいと思います。でちょっとチャプター1クリアできたんで軽くまあさっきの青いやつの名前とかなんとなくのあらすじみたいなもの ネタバレ見ない程度にチャプター1はこういう話だったんだっていう翻訳をちょっと見てきて、えー、チャプター2はちょっとそこをうまいことをお話ししてから始めようかなと思いますちょっとストーリーも気になるんでねなんとなくわかるけどとりあえずこの工場はやべえうんこの工場はとにかくやべえということで、えー、チャプター1ご視聴いただきありがとうございました ポピ,ータイムえポピープレイタイムチャプター2も出しますのでぜひぜひそちらもご覧くださいということで最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ